早くあの男を見つけろ。奴はあの辺りのどこかだ。これは飛行場に至らないじゃ。飛行場から逃げ出したのか、フィッシャー。私たちは市の職員です。フィッシャーさん、あなたを保護しに来ました。ご安心を。ガス漏れは止まりました。この前はしてやられたが、今度はそうはいかない。繰り返すんじゃないぞ。妙だ。待ててくれ。何も起きやしない。何？乗らないからな。誰が行くか。
なところに行くか。俺はバカじゃないぜ、行くもんか。私は何度だって嘘つくわ。まんまと騙されたの。ええ、そうね。そして今も。力になってくれと言われてどうして嫌と言えるもんか。何があろうと頑として他人に頼ろうとしなかったあの男は俺に助けを求めてきたんだ。モニュメントで楽しんだ後、サムはホワイトボックスへ向かった。あそこを買い取った奴はすでに目当てのものを手に入れ撤収を始めていた。だが去る者は追わずだ。あの建物に忍び込むのは困難だったが、あいつにとっては大きな問題じゃない。潜入経路は一つあれば十分だ。
で、どうやって入ればいいんだ。建物の横に換気装置があるはずだから探してみろ。そこから入って下の階にある監視カメラの操作室へ向かうんだ。監視カメラを使えば次の目標を見つけるのも簡単になるってもんだ。さて、どうだか。